山と岳る、山と岳る、青年不詳、慶光天皇四十三年は、危機などに伝わる古代日本の皇族、王族。日本初期では主に、日本穂高、山と岳るの御子と、古事記では主に、山と岳る命、山と岳るの御子と,と表記される。現在では、漢字表記の場合に一般には、日本穂高の用字が通用される。第代、天皇子で、 第十四代、中愛天皇の父にあたる。熊祖政党、東国政党を行ったとされる、日本古代史上の伝説的英雄である。日本書紀、古事記、仙台旧児本義とも、本の名は、大須、またの名は、大和山東大和ぐなで、後に、山と岳を称したとする。それぞれ表記は次の通り。須、大須のの名称について、日本書紀では、 双子、大薄命、大薄の孫として生まれた際に、天皇が怪しんで薄に向かって叫んだことによるとする。おぐな、同男、おぐなは未婚の男子の意味。山と岳の名称は、川上岳、または熊祖岳の生当時に捧げられた、皇術。御言の用事は、皇位継承者と目される人物に使用されるもので、日本書記での表記は、同書上で、山と岳が、 そのように位置づけられたことによる。文献で見える。その他の表記は次の通り。なお、武、剣の訓については、武ではなく、武とする説がある。その中で、武は、野蛮を表現する語であり、尊号に用いられる言葉ではないと指摘される。父は、第十二代傾向天皇。母は、皇后の張馬と、日大いらつめ、張馬の稲美の大いら ハリカンの稲日の大いらつめ、稲七いらつめ。古事記では、ハリカンの稲日の大いらつめを、若竹木光彦の、きび死んのの娘とする。日本初期、仙台球児本儀では、第二王子とし、同母兄は、大臼王子のみで、双子の兄とする。古事記では、第三王子とし、同母兄をくしか別王、大臼命、双子の記載はない、同母帝を、和ぬ命。 噛みくしようとする。祭祀は次の通り、木は、日本初期、木は、古事記を指す。旧字本義は、先代旧字本義に見える事柄にのみ記載。古事記では、山と武る命の早尊、ひひのかぐろ姫命が、傾光天皇の日となって、大江王、彦人との体系を設けるとするなど矛盾があり、このことから、傾光天皇と山と武るの親子関係に、否定的説がある。 また、各地へ政党に出る、有力天皇などと似た事跡があることから、4世紀から7世紀、頃の数人の大和の英雄を統合した、架空の人物という説もある。古事記と日本書紀の説話は、大筋は同じだが、主人公の性格や、説話の捉え方や、全体の雰囲気に、大きな差がある。ここでは、ロマン的要素が強く、豪嘆な主人公や、 父天皇に疎まれる、人間関係隠る悲劇性が濃い、古事記の説話を中心に述べる。おおむね、日本書紀の方が、天皇賛美の傾向が強く、父の天皇に忠実で信頼も厚い、日本書紀の説話は、古事記との相違点の未畜一示す。非善国風時、受水の際に姫は日攻めにあった時の夫山とける、命の優しさを回想する歌を読む。 日立国風土器、道の国,国風土器、一文。墓は、宮内庁により次の三箇所に自乗されている、のぼの墓に、白鳥二両を付属。大和武の埋葬について、日本書紀、古事記、縁儀式に見える記述は次の通り。通常、両の字は、天皇、皇后、太子皇太后、皇太后の墓、墓の字は、その他皇族の墓に使用されるが、日本書紀や古事記で、 両と見えるのは山と武が天皇に準ずると位置づけられたことによる、現在はのぼののみ、墓の表記。山と武の実在性が低いこともあり、山と武の墓は、山と武伝説の創出に伴って創出されたと、される。確かな資料の上では、自頭天皇五年、六百九十一年において、有効な王の墓には三個主営道を設けるとする、見事の利が見えることから、 この頃に、日本初期、古事記の編纂と、並行して、定期や、旧時に基づいた墓の指定の動きがあったと推測する、説がある。またその際には、日本穂高墓、伊勢、彦一世の命墓、キー、五十刑事金入彦命墓、泉、宇治地、イラツコ墓、山城をして、大和国の四、イタリを形成する意図があったとする説もある。その後、大砲二年、 702年には、新山戸岳命母県主祭の富江、明道、落雷、別説に自信のあった山和武の墓、のぼの墓かに使いが使わされている。さらに、大法令、官員令の別記、付属法令には、伊勢国に仮墓り三個の設置が記されており、八世紀初頭には、能野母が書領死の管轄下にあったと見られている。その後、前日の、 演技式では、白鳥三両のうち、能野母のみが記載され、十世紀前半頃までの管理、祭祀の継続が認められる。上記の記述の一方、後世には、墓の書伝は失われ、所在不明となった。のぼのぼ、山戸白鳥領、河内白鳥両それぞれに関して、事情されるに至った経緯は次の通り。日本初期の日本穂高警譜によれば、山和武は、 犬上君、武部君、遠い別王公営、三木良君、ブラン王公営、伊予別君、時分け王公営ら諸氏族の祖とされる。古事記の山戸竹部院の地警府によれば、山戸竹部は、犬上君、武部君、遠い別王公営、三木良君、伊勢の別、東園の別、浅助首、宮地の別、県海寺王公営、鎌倉の別、洪水次第の別、両殿の別、 足鏡別王光栄ら諸氏族の祖とされる。新先生史録では、次の氏族が光栄として記載されている。なお、日本初期、慶光天皇四十年上では、日本穂高のため、武部を定めるとみえ、これをもとに、武部、武部を、大和武部の御代部とする説もあったが、事実としては、明代部ではなく、軍事的職業部であったとされる。 大和トの物語は、吉井岩尾が指摘したように、主人公の名前が各場面で変わるのが特徴である。また、説話ごとに相手役の女性も異なる。加えて、経図も非常に長大で、その人物や説話の形成には、様々な種族や時代の妖精が関連したとわかる。ヤマトは、武部大社、滋賀県を写しや、白鳥と化したヤマトが、 最後に降り立った地に建てられたとされる大鳥、大こそ大阪府堺市西区の主催神として祀られる。どちらもその国の一宮とされる。なお、大鳥神社、和紙神社は各地にあり、大鳥大社はその本社とされる。注釈原点出典楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。